はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語形容詞丸一をお送りします。で、前回までね、動詞そして動詞の活用ってね、結構長い間やってきましたけど、ここから形容詞に変わります。品詞がね。で、まあそのスタート動画でポイントの中が3問です。で、こっちに問題があって、全部で10問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず形容詞って何ぞやっていうところから行きましょう。形容詞ね、形容詞は、ほにゃらら語で活用がほにゃららと。で、これはもう動詞の時とかも最初にね、こういった形で何々語で活用があるかないかってやってきましたけど、形容詞っていうのは動詞と同じです。仲間としては。だから、ほにゃらら語は自立語です。形容詞ね、自立語に入る。で、活用があるかないかっていうと、動詞と同じくあります。つまり、形が変わるんです。場合によってね。で、終止形、つまり言い切りです。言い切りの形が、ほにゃららで終わると。で、何で終わるか。これ前もね、ちょっとやりましたけど、いで終わります。で、これは、いだんではなくて、いで終わるからね。いいかい？いで終わると覚えておいてください。じゃあまずね、2問、4、5とやっていきましょう。で、これは、次の、この棒線部ね、線が引いてるところの形容詞の終止形を書いてみようと。で、今、まず4番がね、勝って嬉しかったっていう文なんです。勝って嬉しかった。で、もしこれテストで形容詞に線引きなさいって言われたら、これ気をつけてね。たは入りません。嬉しか、ちっちゃいつまでが形容詞なんです。嬉しかまでね。で、これもともと何か、つまり終止形ね、元の形、言い切りは何かっていうと、これ嬉しいだよね。嬉しい、勝って嬉しいっていうのが変化して、まあ他なんで過去の表現が入って嬉しかったになってる。だからもし終止形言い切りを書きなさいって言われたら嬉しい、これで大丈夫です。いいかな。で、次、重ければ代わりに持つよ、優しいですね。ね、まあ、荷物かなんか重い場合でしょう。で、これも、形容詞どれかって聞かれたら重ければの重けれです。ばは抜きます。重ければで代わりに持つよっていう。じゃあこの重けれってもともと何かっていうと、重いだよね。で、まず答えが書いちゃうね。重いなんです。で、このね、もともとの言い切りの形、終止形を考える問題は結構そんなに苦労しない子のが多いんだけど、もし、ちょっとよくわかんねえなって思う場合は、形容詞の終止形、言い切りでしょっていうのはね、必ずいで終わる。それがポイントなの。だから、嬉しかっていうのと同じ意味の意で終わる言葉って考えたら嬉しいだよね。重ければってもう思って言ってるし。で、それに意を。で、最後は意で終わるようにすれば重いってなるよ。っていう感じで解くといいと思います。で、次ね、また違うタイプの問題。次の棒線、またね、線が引いてるんだけど、それが文中で、つまり文の中で主語、述語、今回就職語を分けました。連体就職語、連用就職語、そして接続語、5種類です。このうちのどの働きをしているか考えていきます。いいかな？で、これは順番でもちろん解いていってもいいんですけど、分かりやすいのからいきましょう。ね、分かりやすいのから。で、まず6番が分かりやすいです。これはあれだよ。個人個人の意見があるからね、順番別に構わないんですけど、説明上で6番からいきます。嬉しいので笑ってしまう。なんかいいことあったんでしょう。で、この、嬉しいっていう、ここが形容詞です。ね、さっきと違くて、これ、のでまで引いてある。役割を聞いてるからね。でも、形容詞は嬉しいだけだからね。で、このまあ、嬉しいので、つまり、形容詞に、のでがくっついてるんです。で、これは、前も出てきましたけど、ほにゃららのでがくっつくと、それは、接続語になります。いいね。目印は、のでがいいね。で、ちょっと飛ばして10番先行っちゃいましょう。最後です。10番ね。強いのはあのチームだ。ね。なんか強いチームがあるんでしょう。で、これも形容詞どれかっていうと、強いです。ここね。これが形容詞。強い。で、それに、のはがくっついてる。で、この、の、形容詞にのはがくっついた場合、これ主語になります。
あとね、のがも主語になりやすい。のはとのがね。一応書いとこうか。のはとのが。まあね、これも出てくる。この辺がまあ主語になる。目印になります。で、次は9番いきましょう。か、そうした。風が涼しい。ね。で、これはですね、答えから書いちゃいます。これ、述語です。で、なんで述語かって、これも一番言い切りの形になってるっていうのもあるんですけど、ほにゃららがどんなだっていう。風がどんななの？涼しいの？っていう。それを言っての述語だもんね。だからこれは述語になります。で、あと2つです。残ってるのは、まあね、問題の作成上、あと残りは2個です。連帯就職と連用就職になってる、今回はね。で、両方とも、例えば7番、美しい女性がいるんです。これは、美しいっていう、これ形容詞ね。あ、ごめん、さっきの涼しいも、これはこのまま形容詞です。で、この美しいっていう形容詞が、女性を就職してます。ただ単に、女性がいる。でも、通るでしょ？意味としては。でも、どんな女性なの？美しい女性なの。ってことで、女性へっていうのを美しいが就職してるんです。で、8番も同じ。彼女は美しく踊る。これ、美しく抜いて、彼女は踊る。でも意味わかるじゃんか。でも、どんな風に踊るの？美しく踊るの。ってことで、踊るを美しくが就職してるんです。いいね。で、連帯就職後、連用就職後、これの見分け方は就職 する先だね。今回は女性、こっちは踊るです。で、体現どっち、連帯からいくよ。連帯の方が分かりやすいからね。体現どっちだって言ったら女性だよね。まあ、物の名前と言っていいのかな。女性、これが体現です。だから、こっちは体現を就職してるので、あ、これ入らない気がする。連帯、あ、入ったな。就職後になります。で、これ、踊る。これ、動詞です。踊る。これ、用言です。いいね。なので、用言を就職しているので、こっちは、連用、就職後になります。いいかな？形容詞をもともとで全部使ってるんです。これとかね、ちょっと嬉しいにくっついてますけど、これも。でももともと形容詞って、でも形容詞ってね、一個言ったとしてもこんだけ役割があるので、まあこんな感じでね、判断するというのを覚えておいてください。では、今回は中学校国語、形容詞丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は形容詞にもね、活用があるのね。だからその活用について取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。